チョキ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 。はい、どうも皆さんこんにちは、太陽です。今日もジャンプチーやっていきたいなと思います。で、今日の動画はですね、まあ皆さんに、まあ嬉しいお知らせというか、まあ自分が嬉しいお知らせですね、これは。まあ皆さんにとって嬉しいお知らせではないんですけども、やっとね、待ちに待った、この時が来ました。というのもですね、まあ最近日々、まあ、寝る間を惜しんでやっていた。こちらのですね。この瀬田宗次郎。ついに、まあ、ラック90まですでに上がってるんですけども、この子が、運極、つまり運マックスになる時が、来てしまいました。いや、本当になかなか落ちなくて、まあ、自分ね、一人でね、回ってたんですけども、なかなか落ちない。ほんと、何周回ったのってぐらい。もうランクもね、79まで上がりました。でね、ここに、もうついね、この動画する数秒前までやっていた、こちらの5体を組み合わせることで、運×90強。いいっすねって感じなんすよね。いや、この瞬間を本当に待っていた。でももう間もなくね、終了日まで近づいてきたので、まあ、頑張ってね、周回してたんですけど、まあ、なんとか期間中に終わることができました。てなわけで、まあ、今回はね、この運99になる瞬間を、まあ、皆さんとね、ちょ、喜びを分かち合いたいなと思います。では行きましょう。強化する。ふんふんふん。強化する。チョッキ、チョッキ。いいっすね。いや、これはいいぞ。運99。まあ、レベルはね、全然上がってないんですけども。ま、今度レベル上げもしないといけないんですけど。いや、来たー。初めての運極、運マックスのキャラクターができましたね。まあ、茜の方もね。茜え？じゃあ、茜じゃない、あやめだな。あやめの方もですね、まあ、運、まあ、マックスまで上げてる方もいると思うんですけども、まあ、自分はね、もう、瀬田宗次郎最優先で、まあ、周回してたので、まあ、あやめは、終わりそうにないんですけども、あとは、累積ミッションの方が、これで、キャラの運を99にしよう。これが受け取りますね。受け取っていこう。いやー、よかった、本当に。はい。まあ、てなわけでね、今回は、瀬田宗次郎、ついに、何度も周回した末に、運99、運極にすることができましたということで、これでね、運極、運マックスにされてる方の、まあ、仲間入りができたかなと思います。で、今後もですね、お知らせに来てた通りに、セイントセイヤのね、イベントであったりとか、あとは、ヒロアカのですね、教師かな。うん。あちらの、まあ、超絶級が、まあ、実装される予定となってるみたいです。お知らせに来てるかな？すでに。お知らせには来てないよね。うん、まだ来てませんね。うん。なんだろう。
ツイッターで見たのが、ヒロアカの、デクの担任かな？サイクロプスみたいな感じの、まあ、教師いるんですけども、まあ、その方がね、まあ、超絶級で来ると、まあ、言ったところがあります。まあ、なので、まあ、そこでね、まあ、瀬田宗次郎、まあ、うまく使えては、まあ、周回がはかどるかなと思います。あとはですね、本日、まあ、4月8日なんですけども、まあ、この時点でね、フレンド申請、されていた方は、全員ね、承認してありますので、まあ、まだね、まあ、承認されてない方は多分いないとは思うんですけども、まあ、再度ですね、確認してみてください。でですね、まあ、フレンドの方もですね、まあ、フレンドの方もっていうか、たくさんの方にね、申請していただいて、まあ、フレンド枠ね、まあ、結構、まあ、結構というか、まあ、元々全然いなかったので、まあ、半分ぐらいね、埋まってきたんですけども、まあ、まだね、一応フレンドの方は、まあ、空きありますので、どっから見ればいいんだ？検索？はい。まあ、こちらね、自分のフレンド ID になってるんですけども、まあ、自分ね、今のところまあ、そんなにマルチやってないんですけども、まあ、今後ですね、まあ、もしかしたらこう、フレンドとできるような、まあ、このチームクエであったりとか、まあ、そういうのもね、できるかもしれないので、まあ、よかったらね、まあ、自分とフレンドになってもいいぞとかね、まあ、自分もガンガンね、ジャンプ値やってるんで、フレンドになりましょうって方いましたら、こちらのね、フレンド ID の方に申請お願いします。まあ、フレンドになってね、フレンドポイント、まあ、もらったり、あげたり、まあ、するだけでもね、まあ、いいかなと思いますので、よかったら申請お願いします。あとですね、まあ、YouTube の方、まあ、たくさんの方にご覧いただきありがとうございます。あとコメントの方もですね、できるだけ返信していきますので、まあ、よかったらコメントもじゃんじゃんお待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。